皆様おはようございます。世界を旅するドラマー&ドッカー歌手のカズです。日々ライブをしたりレコーディングしたりレッスンをしたり、最近はオンラインサロンリズムの学校という、サロンのオーナーもさせていただいています。どうぞよろしくお願いします。さて今日はですね、ちょっといろいろ雑音が入っていたら申し訳ないんですけれども、実験実験に皆様に付き合っていただいて、歩きながらですねラジオが撮れるかっていうことを今やらせてもらってます。一息分ちょっと歩いてですね、実際撮ってみようかなと思います。まあ、あの周りの人からするとただ単にまっすぐ前を見て、歩いているだけの人です全然危ないことも危険なこともないのでお付き合いいただけたらと思うんですけれども、まあ、なんでこういうことをしてみるかというとですね、圧倒的に時間が足りないですねあの電車の音とか車の音とかめっちゃ入ってますけど、ちょっとですね最近始めたやはりオンラインサロンの方で、オンラインサロンの方は、まあノー編集ではあるんですけど動画でですね今いろんなことお話を載せていっています。なので、そっちにねちょっと今時間を注力を注いでるんですよ。でこれがまあもう少しスキルアップしてですね、スピード感がねいろんなことに出てくるとおそらくそのラジオの撮る時間も確保できるんですけど、今ちょっとその時間が、ずっと朝早い現場が続いていたものでなかなかないという感じで、もしかしたらこれ歩きながら撮れんじゃねっていう感じで今撮らせてもらってます。すれ違うから人からしたら電話してる人だと思いますね、ただの、そんな感じです。でですね今日は何の話しようかなと思うんですけど、今日なんかレッスンがあって、その時にちょっとですね話していて、あこの話ってみんな聞きたいかもしれないなと思ったことをちょっとお話ししようかなと思うんですけど、僕はね海外に演奏に結構行かせてもらう機会が何回かありまして、そうですね最初一番最初に行ったのが、中国かな、中国が先だったかな、中国に行って、そしてその後ですね、いきなりブラジルに飛びまして、その後ですね、まあいろんなご縁があって台湾だったりとか、また中国、ね場所を変えて最初は大連っていうところだったんですけど、その後上海とかね北京とか、行ったりとか、あと韓国に行かせていただいたりとか、まあいろいろですね、その後、その流れもあってスペインによく行かせていただくことになって、まあ、そんな感じで海外の活動もさせていただいてるんですけども、今日は別にそれを自慢したいわけでは何でもなくて、まあそのどういうねことを刺激を受けて帰ってきたかみたいなことをお話ししたいと思います。海外にはずっと行きたかったんです。まあなんか分かんないけど理由は特にないんですけど行きたかったんですよ。で、まあ、当然行ったら刺激があるだろうなと、多分このね目に見えない何か刺激みたいなものを求めていたんだと思うんですけども、まあ、実際本当にですね刺激を受けて帰ってきたという感じなんですけども、まあ、よく言うことで、音楽に国境はないみたいな、かっこいいですよね、かっこいいセリフあるじゃないですか、音楽に国境はないね、言いたいですよね、っていうことをね、まあそうだよ、そりゃそうだよねとは思うんですけど、僕らがね、外国の曲が好きなように、人によっては K-POP が好きなように、音楽に国境はマジでないとは思ってるんですけど、ね、日本の音楽だって海外ですごくもてはやされているものはたくさんありますし、そうなんだけど、まあ、なかなか体験する、ね、それを自分自身で体験するっていう機会がないので、そんな体験をしてきたよっていうお話を今日したいかなと思ってます。ですね、あこれ喋り歩きながら喋るのって意外と息切れるなっていうことに今気づいたんですけど、まあいいやそんなわけで、話し続けていきますけども、まあ、やっぱりね一番最初に
国境がないと感じたのはですね、まあ、中国が一番最初だったんで、その時が、まあ、本当に感じたことの一つだったんですけども、まあ、その2つかな、中国とブラジルにこう続けざまに行った時に体験したことっていうのが、両方ともなんかこう似たような体験だったので、その話したいんですけども、中国はですね、なんか学生さんが集まるような場所でまず最初に演奏させていただくという感じだったんですけど、僕はね、いつものスタイルでですね、もうワッシャーとこう動いて、まあ、なんですか、表現力豊かにですね演奏していたんですけれども、まあ、そういうところね、僕のことを評価してくださっている方は結構ね、日本でもたくさんいたので、まあ、同じことを海外でやったらどうなるかなっていう感じで思ってはいたんですが、その演奏が終わった後にですね、その時にね、見てくれてた結構音楽の、まあ、詳しくは分かんないですけど、中国人のね、まあ、本当に何番目になんか入る、何本の指に入るような何か指揮者の方っていうのかな、音楽家の方がいらっしゃったんですよ。でその方がですね、ライブ終わった後に、あ、すごい、めっちゃくしゃみしてますね。ライブ終わった後にですね、終わった後にないな、ステージの最中ですかね、ステージの途中で僕のところにその人が持ってたね、花を持ってきてくれたんですよね。演奏中ですよ。ライブ中に、終わった後に話したわけじゃなくて、ライブ中に、もうなんか何言ってるか分かんないですよ。もちろん中国語なんで分かんないですけど、僕のこと指さして、こいつすごいよみたいな感じで、めっちゃ指さしながら僕に花を持ってきてくれるっていう事件が起きまして、これね、まあ、周りの人からしたら、まあ、大した事件じゃないかもしれないですけど、僕にとっては相当嬉しかったんですよね。あ、伝わったわって思って、だから向こうはね、相手は僕がどんな人かっていうのも全く知らずに、もう情報なしで見てるわけじゃないですか。でもその毎回変わらないことをして演奏したことによって、そういうふうに思ってもらえたっていうですね、非常に嬉しい体験でございましたという話です。なんでその時からですね、ちょっと自信がついたなっていうのもあったんですよ。でそれで行った、ブラジル、その後ブラジルに行ったんですけど、まあ、これもなんか日本の、国交交流みたいなイベントで演奏させていただいたんですけど、その時もですね、やっぱり向こうポルトガル語なんで、まあ、当然喋れませんということですよね。まずはで喋れません、まあ、なんかそうステージマンとかがいて、まあ、とりあえずこう用意してくれるわけですよ。ドラムセットとかね、用意してくれるんですけど、なかなかこう自分で喋れないもんだから、向こうは何言ってるか分かんないし、どういう風に準備したらいいかなみたいな感じで、結構こうね、根は小心者なんで、その時はね、あたふたしながらですね、準備をしたっていう経験があるんですけれども、だまあそんな中でね、まあ、でもすごくステージマンの方たちもめちゃくちゃいい人たち、もうめっちゃ見た目超こわもてなんですけどね、入れ墨とかバンバン入ってて、こわもてなんですけど、めちゃくちゃいい人たちばっかりで、本当に、あ、なるほどなと、あ、ちょっと待って、騒音がひどいのも入ってしまいました、なんですよ。そんな感じで、叩いてきたんですけど、その後ね、ステージがあって終わって叩いてたんですけど、そのステージ中にそのステージマンのね、こわもての人たちとかが、横で見てるんですよね。どんなもんじゃいっていう感じで、僕のことをずっとステージ脇から見てるんですよ、ね、日本人に何してくれるのかっていうのも多分あったと思うんですけど、で見て、見終わった後にですね、もうハグ、うわーって言って、もうポルトガル語なんで何て言ってたか分かんないけど、あ、まあブラボーみたいな感じで、そこでもうブラザーみたいな感じで、もうハグし合うみたいな感じのことが起きてですね、あ、ここでもやっぱり伝わるんだな、ちゃんと伝わるんだなということを、知ることができました。はい、もうこれだけでもね、もう十分僕はその音楽はに
故郷はないみたいなねことが体現できたなって思っていて、本当に楽しかったなと思うんですけど、そのそれのおかげでなんかこう日本にねとどまらなくてもいいんだなっていう、俺のやってることって間違いじゃないんだなって思えたっていうお話でした。はい、そのねブラジルの後も話が続いてまして、ブラジルのね演奏が終わった後に僕はサポートメンバーとして行ったんで、クレジットされてないんですよ。見てる人にとってはちゃんとメンバーがいるように見えるんだけど、ドラムの人の名前も何もどこにも載ってないんですよ。載ってないんだけど、その後ですね終わった後、そこに集まってくださったブラジル人の方がですねサインくださいとか、握手してくださいとか、まあ、コロナの前ですからねそれはもう全然できるんですけど、そういうことが、頻繁に起きまして、やっぱり肩書きだけじゃないんだなと、そういうことも学べた、時間でございましたという話です。はい、いい話ですね自分で言って何を言ってるんだって話ですけど、こんなね良い話を歩きながら申し訳ないんで、またねオンラインサロンとかノートの方の投稿とかで、ゆっくり話したいと思いますけども、今日はなんか歩きながら話せる話ってこんな感じかなと思って、実験的にちょっとお話しさせていただきました。はい、そんな感じで、オンラインサロンはですねまだ始まって3日ぐらいなんですけど、3日ぐらいでも相当面白いことがになってますね。僕の中では相当面白いです。なんか外にね言えないような話はしてないんですけど、でもやっぱりちょっと深いところついていくようなことっていうのはなかなか表に出しづらいけど、サロンメンバーの方にだったら話せるみたいなことも結構あるなと思っていて、そういうことから始めていってますので、よかったらご興味ある方は覗いてみてくださいという感じです。リンクも貼っておきますんでよろしくお願いします。というわけで今日はこの辺でお別れです。それでは皆さんさよなら。じゃあねー。